私結婚します。トミックだよ。前にさやられちゃったじゃない、カレー油カレーやったじゃない。やっぱりね、俺思った、ヒラメがやりたいなと。約10キロのヒラメを買ってきました。おもっ。10キロ級のヒラメでございます。前ね、盗まれたカレーは3キロぐらいのカレーだったので、格が違うよね。もうこれぐらいの大きさと逆に盗まれないから、多分ね。ということで、こいつをさばいていきたいと思います。まずね、このヒラメ何をするか。あ、そうだね、ぬめり落とす。いやー、ぬめりがじゅるじゅる取れる。でき頭から落としたいね。10キロ級とかいっちゃうとさ、ちょ、調子乗りすぎて、あれ？キッチンのキャパ足んなくね？みたいな、なっちゃうんだよな。そうなんだよね。10キロが限界って言ったけど、多分ね、10キロキャパオーバーしちゃってるね。本来だったら、この内臓とか取ったりするんだけども、俺はまずね、ヒラメをちっちゃくしたいから、頭を先に落としちゃう。ヒラメの骨硬いな。うわー、多分胃袋の中なんか入ってる。これ見てほしいのがこれね、これが多分胃袋なんだけども、へえ。イワシかな。めっちゃ小魚入ってるんですけど、ほらめっちゃ小魚が入ってますね。頭とね、内臓を取ったので、こっからね、5枚に下ろしていくぜ。シュイーン。あー、いい感じ、いい感じ。中骨に反りたく、太っ。ちょっとね、微妙に身が残っちゃった。腹側よりもこっちの上側の方がね、やりやすい、やっぱり。中骨に沿っちゃった。でかいな。柵4つのうちの1つ、めっちゃでかくね。縁側すご、見て、この分かる、このブリブリを。で、身もね、すごいんだよ。うわー、美味しそう。ヒラメは皮を引いて、やっぱ皮が厚いと引きやすいね。結構大きめの刺身になっちゃうね。はい、はい、ルトン向こう向こう、はいはい、ロゼも向こう。ロゼ、ロゼ、ロゼ、ん？じゃないよ。はい、向こう行って。できました。ちょっと厚めのお刺身と縁側、めっちゃでかめのお刺身、これなかなか食べられないんじゃないかなと思って。いただきます。すっごい肉厚で、もうブリブリのプリプリやよ。薄切りもいいけど厚切りもいいね。ちょっと縁側もいただきます。めっちゃ脂が乗ってる。ちょっと待ってね。大きいヒラメだからこそできる肉厚の刺身っていうのは、これいいと思ったね。最後までご視聴ありがとうございます。うわー、でかいなこのヒラメって思ったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。
いや、ロゼの耳ロゼの耳